はい、皆さんこんにちは、おさきです。今回は新 JK のモーニングルーティンを紹介したいと思います。はい、ということでですね、おはようございます。 JK になって初めてのモーニングルーティンを今から皆様にお見せしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、やばい、二度寝しちゃったので、やばいです、時間が。なのでもう急いでやりますので、応援よろしくお願いします。それではどうぞ。本当に時間がないよ。ママもね、一緒に泊まってたんですけど、ママ朝早く行っちゃったので、もう一人で支度しなきゃいけないの。よし、で、私の学校メイク OK ですので、ちょっとメイクをしていきたいと思います。もう学校始まって1週間ぐらい経つのかな。いや、まだ慣れませんね、やっぱり。私やっぱりね、人見知りなんで、本当にね、人と全然話せないっていう。中学校の最初の方よりはちゃんと話してるかなって思ってるんで、まあ、そこら辺に関しては、まあ一歩前進という感じなのかな。中学校では友達が少なかったので、本当に高校ではもうめちゃめちゃ友達作りたいね、マジで。びっくりした、なんだ。からないんだよ。え、ねえ、ちょっと待って、これさ、アラーム設定してさ切ったんですけど、このアラームめっちゃうるさいから、朝起きた時すごいなんかさ嫌な気持ちになる。でさ、ここ3日間ぐらい流れてなかったの、このアラーム。なのに今日流れた、怖いんだけど。まあ、ちょっと本当に今ママがいないからさ、あと何分だよ、早く急いで、急ぎなさいよっていう係がいないからね。私本当になんかさ、本当に時間ギリギリ出るのね。本当に早く出なきゃいけないのに、こんぐらい大丈夫だろうと思って最後に前髪こうやって巻いたりしちゃうので、いつもそれで電車間に合わなくて一本電車遅れるとか、もうザラにあるので、ちょっと今日は気をつけたいと思います。痛い、今日やばい、やだ、待って、やばい、カラコン入んない、カラコン入んないってね、本当にね、嫌だよね、タイムロスすぎる。ちょっと入んない、入んない、入んない、入んない。今、このカラコンの液のせいで、今のファンデーション全部崩れるっていうね。本当に、バカなことをいつもしてますね。カラコン先にしろよって感じなんですけど。今日めっちゃ痛い、目が。なんだ、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 なんだ。ちょっと待って、時間ないっつって。なんだ、俺すいません。なんで、なんで、おかしいじゃん。おい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 。しかもどこ行った？しかもどこ行った、マジで。しかもどこ行った？なんかどっか行っちゃったんだけど。ちょっと待って。もう本当にいい加減にして。本当にこれだけで何分使ってんの？本当にやばい、時間ないのに。入った。痛い。痛い痛い痛い。最悪なんだけど、なんか目が一回りちっちゃくなっちゃったから、こう痛くて。え？目どうしよう。やばいかな。やばいかな。ちょっとやばいかな。なんかめっちゃ目腫れちゃった。何？何？何？いまだにさ、メイクの順番がわからないんだよね。何から先にしてやるとかわかんない。よいしょ。やばいよね。本当に。時間がなくてね。何このビーって音、怖いんだけど。あ、そうだ。そう、今日はさ、ママがいなくて、で、私自分で一人でお弁当作れないので、ママがカツサンド買ってきてくれたの。だから、これをお弁当にします。で、あと、足りないからドーナツ持っていこうか。でもドーナツやっぱ今食べたくなってきたから、なんか変なパンママが買ってきてくれたの。じゃあ今日のお弁当はカツサンドと変なパンにしたいと思います。で、その間に多分マクが続きたかな。いや、こんなに時間の間にさ、巻いてる人いないよ多分。僕やめる。よし、いいね。暑いから、暑いよ。オッケーオッケーオッケー、もういいもういいもういい。はい、もういい、本当に待って、時間がない。急ぐよん。では、それご飯を食べていきます。いただきます。おいしい。なんかさ、めっちゃカバン重いんだよね。高校になって教科書がマジで増えたの。今日はちょっと味噌汁飲みたい気分なんで、お弁当に味噌汁を入れます。で、私はもう味噌汁はもうただね、入れてこの味噌汁のお弁当の中に入れるだけなんで、簡単って思う方はいると思うんですけど、
私にしてはお湯を作れることは本当に成長だと思ってますので、やっぱ高校生になって大きく変わったことは、まあ、お湯が作れるようになったことですかね。はい、そんなこんなしてるうちにアイロンができました。このアイロンでかすぎてさ、当たりそうになって怖いんだよね。だって本当にアホ毛がやばいので、アホ毛は必ずもうどんなに時間がなくてもアホ毛は必ずしも止めるようにしてますね。よし、お湯できた。タイミング。てかわざわざお弁当入れなくてもさ、学校のなんかポット使えばよくねって今思っちゃいました。オッケーできた。よし。じゃあ歯磨きます。よし。本当に時間がギリギリです。でもよかった間に合って。歯磨いたらもういつでも行けるのね。オッケー。で今日は暑いんで。レザーは来ません。オッケー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 。はい、ということでこんな感じでおさき高校生初めてのモーニングルーティン撮りました。いやあの、ね、成長してないですねって思った今。あのずっと急いでて、もう遅刻ギリギリか、もうギリギリ、もういつもギリギリギリっていう感じなのは、まあ高校生にも変わんないんだなっていうことを、まあ、今動画撮ってて改めて知ることができました。ここもうちょっと時間経ってきたら、時間に余裕を持って優雅な時間のに余裕のある女性になっていきたいと思います。ということでね、今日これから学校頑張っていきます。ということでこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。